皆さんこんばんは、モナリザクロームでございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。さて皆さん、DF もうだんだん自分の体の一部のようになってきましたね。長所も欠点も、使いやすいところも使いづらいところも把握しました。その中で、カスタム設定など自分にとって使いやすい状態に徐々に変えてきています。まあ最初は大きいな、このカメラはと思ってたんですけども、もうだんだんこれが体の一部になってきて、大きいとも思わなくなりましたね。XT4、XT3、私が使っている APS-C が作り出す絵と、この DF が作り出すフルサイズの絵とでは、やはり全く違いますね。まあメーカー間の違いももちろんあります。色も全然違いますしね。それからレンズによる違いもあるんですけれども、まあ一目見れば、あ、これはT4 の絵、これは DF の絵っていうのはね、もう写真を見れば判断できるようになってきましたね。今年、まあ私はポートレートを撮りたいというお話をしました。で、スウェーデンからいらっしゃるガラス作家、工芸作家かな。まあどちらかちょっとわかりませんけれども、この方にお願いして、アーティストがその真剣に向き合って制作している姿を作品として残したい、写真に撮りたいというね、お話をしました。まあコロナ禍ではありますけれども、これはなんとか実現したいなと思ってるんですけども、その前に、3月中に終えなければならない仕事が一つあります。それはこちら、ここ何年か撮り続けてきた彼女をまとめたフォトブックを作ることになっています。まだまだ構想が明確ではありませんけれども、彼女の良さをしっかり出せるフォトブックを作りたいなと思っています。これは一番新しい撮影ですね。で、今月末から3月の頭にかけて最後の撮影をしますので、それらの中からおそらく16から32枚ぐらいピックアップしてフォトブックにする予定でございます。こういうフォトブックを作る場合にすごく難しいところがあります。それはまずこのフォトブックの世界観をどうするのか、何を見せたいのか、何を伝えたいのかっていうことをしっかりしなければなりません。その中でそのテーマというものを決めて、テーマに合った写真だけをピックアップします。いくらいいものがあってもテーマから外れていたらそれは入れることはできないですよね。で、その写真をピックアップしてふさわしいものをこう選んでいきます。そして次にレタッチを加えていきます。彼女の場合にはローで撮影してありますので、それを現像、レタッチしていく作業がございます。で、ちょっと今心配してるのは、その前半の部分は XT3、XT4 で撮影してます。で、後半というか最近の部分はこの DF で撮影してるんですよね。それをどう調和させるのかっていうのがね、ちょっと今悩んでいるところですね。まあそんなに心配することはないと思うんですけども、なぜならば自分の世界観でレタッチをしてしまえば、カメラやレンズ、センサーサイズの違いっていうのはほとんど感じなくなりますし、逆にその違いっていうものをドーンと出すのも面白いんですよ。DF だから出せるボケ味とかね、XT4 だから出せる世界っていうのもあるわけじゃないですか。そういうものをこううまくね、
まとめて作っていきたいなと思ってます。スタジオでも何回か撮影してるんですよね。プールみたいなところに沈んでもらったりもしてます、服を着たまま。まあ、そういう、まあ、未発表、これは古典にも出してない作品ですので、そういうものもあったりとか、ちょっとなんていうのかな、過激なものもいっぱいありますけれども、その中から今回は、まあ、彼女と相談しながら、作っていきたいなと思ってます。もしかするとその作業工程をですね、このモナリザクロムの中で紹介しても面白いのかなとも思っております。まあ、何度も言いますけれども、ポートレートはすごく楽しいですよ。面白いで、人と人が接して生まれるものです。お互いに感情がある。モデルさんにも感情があり、写真を撮る私にも感情があります。そしてそれぞれの世界もあります。じゃあそのバラバラ、お互いの世界をどうこう一つの作品としてまとめていくのか、ここがねすごく面白い。ポートレートは、まあ、写真家とモデルさんとの共同作業ということになりますね。思い返してみると何年、3年ぐらい撮りためたものの中からピックアップしていきますので、結構面白いものができるんじゃないかなと思っています。アイドルを撮って作るようなポートレート集ではございません。ですからそこに何か自分の世界というのをしっかりね導き出さなければならないということになります。先ほどもお見せしたこの1枚の写真を見ていただければわかると思います。でこれもすでにレタッチを加えているんですけれども、例えば、右側にある黒い部分は消した方がいいのかどうか、あるいは画像もちょっと荒くした方がいいのか、あるいは彼女の頭の上にある赤い、ありますよね、この赤を、落とした方がいいのかとかね、構図はこれでいいのか、ちょっとトリミングをした方がいいかとかね、そういう細かな問題にこれから直面し、一枚一枚が出来上がって全体として一つの世界観を描けるものになればいいかなと思ってます。ただね、そんなうまくなんかいきませんよ、絶対に。もう苦労して苦労してこれでいいのかなとか、この写真どうしても使いたいけど構図がなとか、必ずたくさんの問題とぶち当たっていくんですよね。それが現実でございます。この動画の中で制作過程を紹介してっても面白いのかなと思いますので、皆さんからも様々なご意見をいただければ幸いでございます。それではおやすみなさい。